様、黒部ダム観光をお楽しみいただけましたでしょうか。ご乗車いただいているこの関電トンネルトロリーバスは、ここ黒部ダムから 5.4km の関電トンネルを抜けて扇沢駅までの区間をおよそ16分で結んでいます。このトロリーバスは現在日本で唯一立山黒部アルペンルートでのみ運行されている乗り物です。中部山岳国立公園内の貴重な自然環境を保護するために排気ガスを出さないクリーンエネルギーで走行可能なトロリーバスが活躍することになりました。電気で走るため静かで振動も少ないのが特徴です。迫力の観光放水など見どころいっぱいの黒部ダムですが、ここで黒部ダムについてもう少し詳しく説明いたします。国内最大の規模を誇る黒部ダム、高さは186メートル、全長は全長492メートルあり、ダムの放出水量はおよそ2億立方メートルにもなります。トロリーバ
浜市の整備工場では営業期間中は制服を着てお客様のご案内をしている人員やトロリーバスの運転士も作業着に着替え、みんなでメンテナンスを行っています。こうして冬の間も一台一台細かく点検整備を行い、春にお客様をお迎えできるよう万全の準備をしているのです。
時半までの。また、小山高原でのアンカー体験サービスなどもございます。それでは、大木沢周辺の施設をご案内しましょう。大木沢駅から最も近く、車で15分足らずという便利な立地にあるのが、クロヨンロイヤルホテル。都会の雑踏から離れ、豊かな緑に囲まれた大自然の中、新鮮な空気を胸いっぱいに吸い込んで、元気に共に過ごす。雄大なプログラム観光を満喫するために、ゆったりのんびり、ちょっと贅沢に時間を使ってみませんか？忘れ物、落とし物ございませんよう気をつけておいてください。